ドリームキャッチご褒美。皆さんこんにちは。今回もご覧いただきまして誠にありがとうございます。元気いっぱいやってきます、ドリームキャッチ広報部。私広報部長の瀬戸和樹です。よろしくお願いします。さあ、これまでですね、この番組では過去回ドリームキャッチ秘書ボリューム1からボリューム6までを振り返ってきましたけれども、今回はその続きということでドリームキャッチ秘書ボリューム7について振り返っていきたいなと思います。果たしてどんな方がアーティストとして出演されて、どんな方がスペシャルゲストとしてお越しになったのか、皆さん気になってらっしゃるかと思いますので、そちらの内容について掘り下げていきたいなと思います。ということでやっていきたいと思います、ドリームキャッチ広報部、レッツゴー。ドリームキャッチ広報部。改めまして皆さんこんにちは。ドリームキャッチ広報部、広報部長の瀬戸和樹です。よろしくお願いいたします。さあ、オープニングにもご紹介しました通り、今回はですね、2019年11月13日に開催されましたドリームキャッチ秘書ボリューム7について振り返っていきたいと思います。さあ、どんな方がアーティストとして出演してくださって、どんな方がスペシャルゲストとしてお越しになったのか、皆さん大変気になってらっしゃると思います。僕もですね、振り返るという意味合いも込めて非常に今ワクワクしているんですけれども、まあまずはその前にですよね、これまでにも何度も何度も登場しましたけれども、今回ボリュームを増してさらに登場ということで、ちょっとこちらご覧ください。まあ、といってもね、一枚一枚がちゃんとね見えるというわけではないんですけれども、こちらこれだけあるわけなんですけれども、一体何ぞやということでございますが、これはですね、これまでに振り返ってきましたドリームキャッチ秘書ボリューム1から3、4、5ときて6、この過去回のですね映像資料なんですね。どういった内部だったのかっていう、その模様をですね、その一部始終を映像記録として残している内部資料になります。まあ、内部資料ということでね、実際に手に取って購入するっていうことは叶わないんですけれども、まあ、これだけの数が揃ってるということで、まあ、まさにドリームキャッチに歴史ありということでございましょうね。もう実際これだけ並んでるの見ると壮観だなと思うんですけれどもね、これだけの数をやってきたんだなというと、なんかちょっと誇らしいなっていうふうに思っております。さあ、そんなドリームキャッチ秘書ボリューム7ですけれども、じゃあ早速ね、出演者の方をご紹介していきたいなと思いますが、まず最初にご紹介するのは、そう、スペシャルゲスト。まあ、もうこの方をねご紹介しないとそもそもが始まらないということで、皆さん大変気になっていらっしゃいます、スペシャルゲストの方ご紹介します。小林達之さん、イエーイ。いやー、今回このボリューム7ではですね、スペシャルゲストに小林達之さんをお招きしております。さあ、ということでね、早速ご紹介をしていきたいと思うんですけれども、実はですね、まあ、ちょっと余談にはなるんですけれども、この今回のスペシャルゲストであります小林達之さん、まあ、僕はですね、小林さんというふうに勝手に呼ばせていただいているんですけれども、実はですね、僕この小林さんとはですね、ドリームキャッチに先駆けて別のお仕事でご一緒させていただいたんですね。まあ、というのもですね、この動画をご覧の中で皆さん、ポケモンガオレというゲームセンターに並んでいる筐体マシンをご存知でいらっしゃいますでしょうか。このポケモンガオーレという筐体でですね、小畑さんはですね、その主題歌テーマソングを歌ってくださっているんですね。そして僕はそのポケモンガオーレの中でですね、ガオーレリーダー和樹として、ポケモンガオーレに関することなら何でもござれというキャラクターとして登場しておりました。いやー、ということでございますので、まあイベントごとがあるたびにご一緒するわけですよ。で、同じステージ上に登場するわけでございますね、僕も小畑さんもなんですけれども。ということはですよ、小畑さんが歌っている姿を僕は同じステージ上でもう見てるわけなんですね。なので、どれだけ小畑さんの歌がすごいのかっていうのを肌身に感じて、もうね、毎回毎回すげえなーと思いながら、僕はそのバックでテーマソングに合わせた振り付けを踊っているわけなんですけれども、今回はですね、立場がちょっと異なります。小畑さんはもちろんね、スペシャルゲストとしてご登場いただいて楽曲を披露してくださいますけれども、今回は私、瀬戸和樹もですね、オープニングアクト、つまりトップバッターとして、皆様に歌を披露するということでして、
同じステージ上、まあ、登場する時間はねもちろん違いますけれども、同じステージ上で歌を歌わせていただくっていうのがね、まあ、なんと光栄なことかと思いつつ、それはそれでプレッシャーだなっていうね感じなんですけれども、いやー非常に得難い経験だなと思って、あの勉強させていただくつもりでね、僕も出演させていただきましたけれども、小畑さんの何がすごいかって、もうまずライブパフォーマンスがすごいんです。あのご自身がですね活動してらっしゃいますユニットウィズの楽曲を披露してくださってる、わけなんですけれども、その時のこう盛り上げ方といいますか、ご来場いただいたファンの方をこういかにこう巻き込んで一つの塊としてライブを進行していくかっていうのがですね、本当にあの匠でいらっしゃいまして、よくあの行くぞーおー行くぞーおーみたいなこう掛け声に合わせて来てくださったお客さんが返答を返してくださるという、いわゆるコール&レスポンスって、まあ、よくありますよね。これがですね本当にご本人もそうですし、来てくれた会場のお客様もみんな楽しそうでして、まあ、何を隠そう小畑さんのファンの方はやはり女性が、まあ、これだけのねイケメンですから女性が多いものでして、ステージにご登場いただいた時のもう黄色い声援のキャーっていうのがね、同じ男としてああすげえなと思いながらこうね袖で僕も見ていたわけなんですけれども、そんなね、黄色い声援から始まっての圧巻のライブパフォーマンスということで、もう非常にすごかったです。そしてさらにですね、小畑さん、もう僕個人的にすごくねあの参考にさせていただいているところなんですけれども、とってもおしゃれなんです。着る衣装から普段着からもう何から何までおしゃれすぎて、もう本当にそのセンスを分けてほしいぐらい、もう勉強させていただきたいというぐらいでね、本当にあのおしゃれな素敵な小畑さんねなんですけれども、こうリハーサルのね前後とか会場開演そして閉園終幕ということで、お疲れ様でしたっていうところに至るまで本当に爽やかでして、非常に人当たりのいい気さくな方だなと思って、一緒にこうしてねステージ上で歌うことができて本当に良かったなと思って、おります。でさらにですね、今回のこのボリューム7ではですね、エキシ、ビジョンといいますか、まあ、特別なねアンコールみたいなのがありまして、なんとですね後にご紹介いたします、レギュラーとしてご登場いただいております雨澤優希さんとですね小畑さんのこのデュオということで、まあ、今回限りのデュオになるのかっていう感じで、本当にレアな感じでお送りしているなんですけども、そこでですねこの2人による楽曲の披露ということで、大変盛り上がりました。これもね過去回にはなかったドリームキャッチ新しい試みじゃないかなというふうに思っております。さあそんな小林達之さんをお招きしてのドリームキャッチショーボリューム7でございますが、続いては、アーティストの皆様のご紹介でございます。では順にご紹介していきたいと思います。まずはお一方目、北野沙羅さん、続いて長尾玲奈さん、さらに田上聡さん、筒井環奈さん、そして流星かのんさん、さらに皆勤賞としてご出演いただいております雨澤優希さん、以上の方がですねドリームキャッチショーボリューム7出演アーティストの皆さんでございました。改めましてご出演ありがとうございました。そしてそんなボリューム7を見に来てくださったお客様の皆様、本当にありがとうございます。いやーということで、非常にね感慨深いなと思いつつも、まあ毎回ね感慨深い思いをしながらこういう風にあの振り返っているわけなんですけれども、今回このボリューム7イベントの最中もそうなんですけれども、打ち上げもすごかったというのはですね、僕はリアルタイムでは気づかなかったので、後でちょっとねあの閉幕後にご来場の皆さんにご挨拶をさせていただいた時になって、やっと初めて気づいてびっくりしたことなんですけれども、今回ご登場いただいたアーティストの皆さんがすごいのはもちろんのことです。そしてご来場いただいたお客様方、本当にありがとうございますっていうのももちろんです。そのお客様の中にですねすごい方がいらっしゃいましたというのもですねご紹介いたしますが、アニメペルソナトリニティソウル主題歌を担当しております北周平さん、さらに宇宙戦隊キューレンジャーのテーマソングラッキースターを歌っていらっしゃいます畑野智弘さん、さらに怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーの主題歌も担当していらっしゃいます吉田達彦さん、このお三方がですね、お客様として客席側にいたわけなんですね。びっくりしました。
ムエイトって、ご出演されたアーティストの方のお知り合いということで、その応援という意味で、ご来場いただいたみたいなんですけれども、打ち上げの席でいらっしゃるのが分かった時にえっ、ー、と思って、特にね畑野智博さんは過去回で実際にスペシャルゲストとしてご登場いただいて、パフォーマンスをね披露していただいたわけでもございますので、二重三重の意味でびっくりしたと言いますか、まあなんとも得がたい経験をさせていただいたなと思います。あの皆さんお三方ともね、打ち上げの席でとても気さくに話しかけてくださって、親切にしてくださって、皆様素敵な方々だなと思いながら、一緒に酒を酌み交わすこのひととき、とても楽しく過ごさせていただきました。改めましてありがとうございます。ということで、笑いあり、びっくりありなドリームキャッチ秘書ボリューム7、今回振り返ってまいりましたが、いかがでございましたでしょうか。実はですね、このドリームキャッチ秘書、これまで過去回振り返ってまいりましたけれども、この1,2,3,4,5,6 今回の7を含めてですね、振り返りが以上ということで、これまでに行ってきたドリームキャッチ秘書各回の振り返り、これにてですね、すべて振り返ったわけなんでございます。もうね、実に3年2年になるかなというぐらいで、本当にねオープニングにも申し上げました通り、ドリームキャッチに歴史あり、その中でですね、たくさんの方がお客様としてご来場くださいまして、たくさんの方がアーティストとしてスペシャルゲストとしてお越しいただきました。改めまして皆様本当にありがとうございます。ということでですね、実際にですね、ここからは、僕個人的にどうしたもんかということで急に腕を組み始めて、どうしたのさというわけなんですけれども、今回ねこれまで振り返ってきたわけなんですけれども、さあ次回どうしようかなということでね、内容をねこれから考えていこうと思うんですけれども、これからの動画ではですね、来たる、ドリームキャッチ秘書ボリューム8、まだね詳しい情報等は決まっておりません。いつ頃になるのかというのも未定でございますが、また皆様の前にですね、ステージ上でお会いできることを夢見て、最新情報もお送りしていきたいなと思います。また様々な形でですね、いろんな趣向を凝らした動画もお送りしていきたいなと思いますので、変わらずドリームキャッチ広報部をよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。お相手はドリームキャッチ広報部広報部長の瀬戸和樹でした。ではまた。